ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。なりでーす。今回はですね、ワッチさんの別の人の彼女になったよという曲を弾き語りさせていただきました。今日おしゃれな部屋で撮ってますね。撮ってますね。ちょっといつもと違うね、雰囲気。なんかいつもより照明が気合入ってる感じするわ。なんか、はい。俺も飽きるのよ。でもこの家ではさ、なんかこの画角しかないじゃん、今。そうだね。だからこの画角の中でも、ちょっと違いを見せたいなと思って。映せないものが僕の部屋にいっぱいあって。はお前ぶっ飛ばすぞ。シャッター開始中ですって聞いてください。それでプラマイゼロになんねえから。まあ、今日さ、ちょっとそわそわしながらさ、はい、実は今日 M ステの日なんですよね。そうですね、はい、ということでゆうりくんが出演してて、はい、生で、はい、生中継でテレビつけながらちょっと弾き語りしてるんですけど、はい、このね、こっち側にテレビがあるんだけど、そう、俺は見ながらやってたのよ。で、そのいつゆりくん出てくるかなってずっと見てて、曲が終わった時にさ、そのなりのこの別の人の彼女になったよ、うん、撮り終わった瞬間にゆりくん出てきてさ、うん、そうね。で、ナイスタイミングだった。一回それ見てから今トークしてる。そうね、よかったね。よかったよ。やっぱさ、元カノとかがさ、うん、誰かと付き合ったりしてたらさ、うん、悲しい。やっぱり気にする派？でもね、昔はそうだった。うん、うん、あ、つか今がないだから。でもちょっと思うよ。俺の過去の恋愛ってさ、なんか俺が振られることが多かったの。まあとりあえず絡まってるってことね。絡まって絡まってそう、絡まってたんだよな。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。まだ忘れられない。はい、ということで皆さん、今日も2週に2日連続でちょっと告知させていただきますけど、はい、あの僕の作った曲ロングヘアがゆうりチャンネルのおかげで出すことができまして、はい、今絶賛サブスクと MV がですね配信中ですので、はい、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、17時の弾き語りを見て、こいつの曲どんな曲なんだろうってなって、うん、MV 見てもらえると、はい、すっごい嬉しいです。ということで今回は別の人の彼女になったよ、ワッチさんの曲を弾き語りさせていただきました。今日もですね、僕の弾き語り聞いていただきありがとうございます。ぜひですね、19時からのゆうりチャンネルの動画もお楽しみに、そしてロングヘアもぜひこれからもよろしくお願いします。はい、はい、ということでチャンナリ登録とグッドはお忘れなく。皆さんバイバーイ。チャンネル登録お願いします。